第2大総選挙は、第1共和国時代の大韓民国国会を構成する国会議員を選挙するため、1950年に行われた韓国の総選挙である。なお、韓国では選挙の回数を数えるとき、第会回ではなく、大々で数える。また、名称も総選挙ではなく、総選と明記する。前回の初代総選挙は、 アメリカ軍政庁統治下で行われた選挙であるが、今回の総選挙は、大韓民国政府が主管して行われた初めての選挙となった。1948年5月の総選挙で選出された初代国会議員の任期が1950年5月31日で満了するため、第2大国会議員を選出するための第2大総選挙は、 1950年4月12日に交付された選挙法に基づいて同年5月30日に実施されることになっていた。しかし、李正万大統領は責任内閣制を含む憲法改正を支持する勢力が多数を占める可能性に危機感を持ち、選挙運動によって緊急を要する予算案など散席している重大議案を審議する際の国会議員の 出席率が悪くなるという表向きの理由でもって11月末まで選挙を延期することを発表した。しかし選挙延期に対して国連の臨時朝鮮委員団が選挙延期に反対する通告をアメリカのアチソン国務長官が選挙延期をした場合軍事経済援助は再考せざるを得ない旨の覚書を送るなど内外から強い反対があったため選挙は 予定通り5月30日に実施されることになった。日本統治時代に日本に協力した民族反逆者に対する控訴事項が満了となったため彼らにも選挙権及び非選挙権が与えられた。また、南朝鮮だけの単独選挙と単独政府に反対し、前回の初代総選挙をボイコットした南北協商派及び中間派が この総選挙に参加したことで立候補者数は2000名を超え、激しい選挙戦が展開された。与党系の大韓国民党及び国民会、大韓青年団などは57議席に止まり、過半数を確保することができず、無所属が総議席数の6割を占めた。無所属議員の大部分は議長選挙において、 野党側の候補に投票するなど、反李正万の姿勢を明確にし、第二大総選挙では、李正万政府に対する不信任の結果が示される、結果となった。しかし、第二大国会が6月19日に会員式を行い、第八次本会議を終える頃に、朝鮮戦争が勃発したため、国会は、政府と共に大そしてテグ普山へと避難した。そして、 臨時首都となった富山で、富山政治波動が起こることになった。民主国民党大韓国民党大韓独立、促成国民会大韓青年団大韓労働、総連盟一民クラブ社会党、大韓婦人会民族自主連盟女子国民党、中央仏教委員会独労党無所属性格には、主要政府機関が入る、中央庁の庁舎で、中央の大ホールを、 国会の議場として使用していた。自治体国際化協会発行のクレアリポート260号、韓国の国会と、第17代総選挙結果分析について第1、章より内訳は、民族自主連盟、大韓婦人会、仏教、女子国民党が、それぞれ一議席ずつである。朝鮮主義を貫いていた、李正万大統領は政党に所属せず、 自前の与党を有していなかった。そのため、ここでは、李承判支持勢力を与党系として表記する。ありがとうございます。